どうも、白沙羅です。はい、というわけで今日も青空市場に仕事に来てるんですけど、まだね、朝早いのがあって、結構寒い。見てください、この格好。ね、結構厚着してるっしょ。今日は7月の10日なんですけど、ブラジルはね、真冬です、結構。だ寒い。でも、朝と夜だけね、寒いのは。日中は結構ね、暖かくなるから、もう半袖短パンみたいになっちゃうんですけど。寒いよ、まだ。寒いかな、まあ、とりあえず今日はね、ブラジルの朝飯、定番食の一つである、クスクス。これを紹介したいと思います。で、近所のパダリアに売ってるから、それを今からね、買ってきて、どんな感じなのか、皆さんにお見せしようと思ってます。というわけで、早速行ってみましょう。せーの。はい、というわけでやってきましたよ、パダリアに。ちょっとファスナーがピロピロしちゃってるんですけど、クスクスを買いに来ました。ここのパン屋では目玉焼き入りのクスクスと肉入りのクスクス、そしてノーマルのクスクスっていう3種類があったんですけど、とりあえずノーマルのクスクス買っておきました。あ、フルやろ、バルフ。はい、わかりました。はい、あったかいよ、まだ。よし、じゃあそっから取ろう。玉開けるとこから。はい、というわけで買ってきました。じゃーん、こちらがね、ブラジルのクスクスです。広い。ああ、世界各国にクスクス料理ってあるんですけど、ブラジルのはね、独自の進化を遂げたらしいっす。へえ。もともとね、アフリカとかで食べられてて、なんか米の代わりにね、ちょっとボロボロした主食みたいな感じでね、食べたりしたらしくて、それがヨーロッパに伝わって、さらにそのヨーロッパからブラジルに伝わり、こういう発展を遂げたらしいっす。というわけで早速食べてみましょう。はい。でね、僕の経験から言わせていただくと、僕これを食べるのすんごい久しぶりなの。いろんなところでこのクスクスには出会ってきて、その度にね、食べてきたんですよ。ブラジル人の友達の家とか、ホテルの朝食とか、そういうところで食べてきたんですけど、自分で買ったことはね、これが初めてかもしんない。っていうのも、あんまりね、クスクス僕の心に突き刺さらなかったのね。ええ、たんべん。そう、チャムもそうなんですけど、でも今日はね、改めて味見してみようと思います、はい、なぜならブラジル人すごい大好きなのね、これ。朝飯になると結構食べてるクスクス。というわけで開けてみましょう。はい、はい、甘いの、しょっぱいの。僕の記憶では塩、うん、甘くないんじゃないかな、確か。なんかまるでボーロかのように。そう、ケーキに見えるでしょ、みんな。ほら、これで、他の国のやつはね、もっとパラパラになるのよ。なんかもっと本当にご飯の代わりみたいにパラパラになってるもんね。そう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 。でもブラジルのクスクスはちょっと固まってる感じですね。で、まずいきますよ。はい。香りはね、味気ない香りですね。でもね、トウモロコシの香りかな、これは。あったかいの？あったかい。これ今出来たてなんですよ。ほうほうほう。ああ、これトウモロコシだと思うよ。多分原料トウモロコシでしょ。うん。ああ、ワクワク。じゃあ早速一頭入れてみましょう。はい、うん、ほら、湯気出てるの分かります？湯気出てるんですよ。ほんとだ。はい、出た。いきます。3、入った。うんうんうん。コーヒーを流し込む、うん、どうですか？うん、一口に言って、うん、ちょっとね、やっぱ味気ないね、うん、味なんですよ。甘いの、しょっぱいの。どっちかって言えばしょっぱい方かな。でもそれも中途半端なのね。パモヤみたいな感じ。しょっぱいってわけじゃないし、うん、そう、まあ言ってみればパモヤみたいな感じ。塩味のパモヤみたいな。そう、そんな感じですね。で、結構パサパサしてるからね、これ単体だとね、飲み込めないのね。だからコーヒーと飲むのがいいよ、やっぱり。コーヒーと食べるのがいい。ジャムも食べる。うん、久しぶりに食べたらね、美味しいって思うと思ったかもし、思ったような気がしたんだけど、変わんないな、やっぱり。やっぱ好きじゃない。ちょっと、うん、もう一回買わない。好きな人には申し訳ないけど、うん、僕にはクスクスちょっと合わないんだよな、うん、もう一発ね、チャムにも食べさせるから、ちょっと待ってな。はい。でブラジルの人もこれ単体で食べるの？おかずとかなしに。ほんとね、パダリアにはね、うん、クスクスと卵っていうのと、うん、クスクスと肉、牛肉かな、あれは。だからやっぱりこれを主食として、うん、おかずとして食べるみたいな。なるほど。こういう感じなのかな。これ単体で食べると結構味気ないよな、本当に。断面見して、断面、うん、はい。
あ、まあ永遠にクスクスなわけね。そうです。はい、はい、じゃあちょっとジャムを食べてみるか。食べる、うん、いただきます。はい、どう？ジャム的にはイメージ変わりました。あ、そう。今まで食べたやつは、うん、なんかパサパサの、なんかただ物があるっていうだけのイメージで、うん、無駄にお腹が膨れるだけな感じで好きじゃなかったんですけど、はあ、今回のこれはなんか多分あの蒸してあるんやね、この形、あの蒸し器で。ああ、蒸してあるおかげでなんかもちもちしててほんのり甘くて。あ、そう、好きです。あ、チャーマン甘さを感じたか。うん、うーん、コーヒーなしでも食べれる。うん、あ、そう、うん、あ、じゃあチャーマンは気に入ったみたいね。よかったよかった、体験してよかったです。そうで、しかもね、これお値段が3レアルなんですよ。うん、だから結構リーズナブルでしょ、うん、この大きさで3レアルって腹はいっぱいになるよな絶対に。これ、うん、僕的にはね、甘いコーヒー欲しいけど、チャムはそれだけでも十分いけるみたい、うん、って感じで、じゃあまとめてもらうとどうかな。おいしい。はい、というわけで今日はブラジルのクスクス紹介しました。まあいろんなレシピあると思うんで、皆さんのクスクス体験もしあったらコメントにて教えてください。はい、というわけで今日はこの辺で。アテアプロシモビジュ、チャオチャオ。